球速は最速時速 152km で、常時 146km 前後となっています。回転数は平均 2213rpm となっており、MLB 平均を下回っています。最高で 2304rpm を計測した投球が見られました。回転軸は、水平成分の傾きが非常に少なく、ジャイロ成分が標準的です。そのため、シュート変化量が非常に少なく、ポップ量が大きくなっています。先ほどのデータから球質を点数化した結果が右です。点数は 17.0 点となっており、C クラスに分類されます。これまで計測してきたデータから、プロで通用するには0点以上が必要という傾向があります。そのため、球質的には現時点で、プロで通用するレベルであることがわかります。投球割合は 50% 弱です。コースに投げ分けができており、空振りを奪うシーンが多くなっていました。球速は時速 138km 前後となっており、対フォーシーム比は早めです。回転数は平均 1389rpm となっており、MLB 平均を下回っています。回転軸は水平成分の傾きが非常に少なく、ジャイロ成分が大きくなっています。そのため、シュート変化量が少なく、ポップ量が標準的です。先ほどのデータから球質を点数化した結果が右です。点数は 56.0 点となっており、C クラスに分類されます。これまで計測してきたデータから、プロで通用するには30点以上が必要という傾向があります。そのため、球質的には現時点で、プロで通用するレベルと言えます。投球割合は、フォーシームに迫るほどで、変化球の中で一番投球割合が多くなっていました。コースに制球よく投げ込み、ゴロで打ち取ったり、多くの空振りを奪っていました。球速は時速 144km 前後となっており、対フォーシーム比は非常に速いです。この日は2球のみでしたが、回転数は平均 2384rpm となっており、MLB 平均近くとなっています。回転軸は水平成分の傾きがやや大きく、ジャイロ成分が少なくなっています。そのため、横変化量がやや大きく、ポップ量が大きくなっています。先ほどのデータから球質を点数化した結果が右です。点数はマイナス 35.4 点となっており、D クラスに分類されます。これまで計測してきたデータから、プロで通用するには0点以上が必要という傾向があります。そのため、現時点でプロで通用するレベルとは言えません。この日は2球のみの投球でした。この日は1球のみで、球速は時速 122km でした。回転数は 2304rpm を計測しており、MLB 平均を下回っています。回転軸は、水平成分の傾きが非常に少なく、ジャイロ成分が少なめとなっています。そのため、横変化量が少なく、縦変化量が大きくなっています。先ほどのデータから球質を点数化した結果が右です。点数はマイナス 31.9 点となっており、D クラスに分類されます。
これまで計測してきたデータから、プロで通用するには0点以上が必要という傾向があります。そのため、球質的には、現時点でプロで通用するレベルとは言えません。この日は1球のみの投球でした。各球種の点数と投球割合から総合点を算出した結果がこちらです。点数は 25.3 点となっており、 C クラスに分類されます。これまで計測してきたデータから、プロで通用するには0点以上が必要という傾向があります。そのため、球質的には現時点でプロで通用するレベルと言えます。投球フォームは解説できません。映像のみご参考ください。参考になったという方は、チャンネル登録やいいねをしていただけると嬉しく思います。